ももかを止めるなはいやってまいりましたねここからはももかを止めるなです、うん、このコーナーでは毎月テーマを決めて映画を紹介していきます四、はい、月のテーマは電気映画ですうんそのね人を深掘りできるよね、はい、電気映画ってね人もしくは歴事、うん、歴史っていうのを感じてもらえると思います、うん、そうだね。今日は人に スポットを当てたいと思います。<い>こちらです。フェイブルマンズ。めっちゃナウイですよ。あ、ナウでヤング？ナウでヤングでしょう。見た？見てないですよ。見てないんだ<う>え。どういうこと？ナウイ映画でしょこれ。まあ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 割と新しい映画ですけれども。え誰の電気か知ってます？ スピルバーグでしょスピルバーグハンバーグって言おうとしたハンバーグ師匠だと思ったハンバーグじゃないね違いますねスピルバーグさんですねそうなんですあらすじです映画館を初めて訪れて以来映画に心奪われるようになった少年サミー・フェイブルマン後のスピルバーグですねお母さんからカメラプレゼントされるんですよで家族の休暇とか旅行の記録係となった え彼は次第に妹や友人たちが出演する作品を制作するようになりますしかしサミーを応援し支えるお母さんとは反対にお父さんは単なる趣味に過ぎないと考えておりました、うん そんな両親の間で葛藤するサミーだったが、引っ越し先の西部で出会う。様々な出来事によって、その未来は大きく変わっていきます。うん、そのじゃあ、お母さんからもらったカメラがある意味きっかけになったんだね。そうですね。でも何よりもやっぱり最初に見た映画が衝撃的すぎて。あのもう。 でし電車列車がこう衝突して列車がバーってこう壊れるみたいなシーンがあったんですよ、うん、そのシーンがもう衝撃的す,すぎてスピルバーグはもう夢にも見るしちょっとトラウマを抱えるというかもうそんなにその当時のでも技術だもんねでも、えー、そこに衝撃を受けて、うん、お母さんがそのトラウマを克服するためにじゃあ電車の模型でその列車が衝突するシーン作ってみたらあ<ー>まあそんなようなところが始まったんですよ そうそうそう,う実際壊れないねよかったよかったみたいな<ー>まあドラマを克服する、まあ、ワンシーンとしてまず始まったんですけれどもうん、うん、まああらすじっていうかこれはもうスピルバーグの人生なんですよ年表みたいなそうこの映画の注目ポイントこちらです。<laughs> 天才が伝えたい映画のことはあ。 まずスピルバーグの映画は知っていますよね。うん、ジュラシックパークとかタリスさん、ね、もいろんな名作がありますが、うん、スピルバーグっていう人についてはあなた知っていますか？という話です。はい,は,いはい、はい。まずどんなご家庭かって言うと、ウクライナ系ユダヤ人としてオハイオ州に生まれています。うん、で、お父さんは電気技師でかなりこう。エリートというかね。うん、そう。頭が良くてだからこそ映画をこう趣味だ。だ 勉強しろみたいなちょっと側面があるんです、うん、でお母さんはコンサートピアニストで、まあ、芸術派だというかね結構感受性豊かな方ですね、うん、で他にも妹たちに囲まれておりますでちなみにそのうちの一人は後ピックの、えー、ビッグの脚本家であるアンスピルバーグがいますアンスピルバーグさで、まあ、この作品はスピルバーグによる初の自伝的映画 もう生きるレジェンドの人生をですよ、うん、ご自身が描いてくれるのありがてえとおは思いましたまあ大体ね第三者がそういう電気映画とか物語作るけど、うん、自分でそれれをやれるもん、ね、そうしかもかご本人がまだご,ご存命のうちにさうこうして残してくれた。うん、で、えー、幼少期から映画制作の現場に入るまでを まあ切り取っているんですけれども主に10代っていう多感な時期をどう感じ、うん、どう生きたかっていうのを家族と映画を軸にしっかり描いていてますーシーンの全部に意味があるのはもちろんなんですがあこのシーンをこの思い出をスピルバーグが切り取ったっていうことはこれが彼にとって大切な原体験であり 思い出であり一種のトラウマであり今の彼に色濃く影響を与える記憶たちなんだなぁと、うん、全てにリアルなスピルバーグを感じられますもう本人が作るからこその良さですよねなんかこう言っちゃう本当さ取説読んでるみたいな感じになるのかな<ー>この人はこういう そうかもしれないだからこうですよっていうの結構取説的にも近いかもだって本人が言ってながらそれしかね誠ですよそれは<誠><ー>結構なんて言ったら衝撃的なシーンとかもあったりしてんこんな人生なんだと驚かされるんですが、うん、じゃあ彼にとって映画とはどういう存在なのか、うん、で ここの物語を通して感じたことなんですが、はい、映画を撮ることっていうのは決して人を楽しませるだけではないないとレンズを通してステルバーグが見るものは、まあ、その撮られている側が隠しているつもりの秘めた感情とか、うん、本当の姿とかをどんな形であれ真実を映画を通して突きつけるものでもあるなと思いました。はい でこの映画で特に印象に残る2つのシーンがあったんですがこれに共通していました簡単に言うと、ま、クラスの、ま、ムービーを撮った時にそのクラスのいじめっ子をヒーローとして描くことで理想とかけ離れた自分の姿っていうのをその映画を見て感じて、うん、泣き苦しむ同級生がいたりとか<う>また フィルムに映し出された何気ない表情とか仕草から母親の浮気にスピルバーグが気づいてそれを母親に突き,きつけるシーンとかそれによってやっぱ映画って怖いなと思いました。 ああなるほどねだから見たものの心をかき乱したりその心をコントロールしたりとか映画っていうものが楽しいだけじゃなくて、うん、そういう二面性を持ち合わせたある種罪深いものだっていうことをこの映画を通して知ることができますそういうもんなんだなんかさやっぱスピルバーグになってみないとそれわかんないよねそうですよね、うん、全然理解できない今の ですよね<ー>でこんな経験をしたからこそ彼の映画はなんか良さがますます深みが出るし<ー>まただからこそこういう側面があるからこそ人って映画に引きつけられるんだなーって感じさせられますこの映画ねこの映画の映画を見ないとちょっとわかんないかもこのニュアンスそうだねその映画を撮ることによって、うん、だから 人をさらけ出してしまうというかさそういうことが起こりうるんですねそうなんですよねだからこの映画を撮ることでスピルバーグも自分をさらけ出してますからね嫌なこととか人生でちょっと人に言いたくないこととかもきっとあると思うけど、うん、それも結構リアルにしっかり描いておりますすご。で映画っていうのは当然作り手ありきですよねはい だからその人生や価値観が大きく反映してると思います、うん、あこういう経験があったから激突のアクションシーンは生まれたのかなとかだから ET は母子家庭なのかなとかあ、まあ、その背景か作った人の背景がだから科学に精通してるのかなとお父さんがやっぱり博色だったからかなとか、うんまあ、いろんなことがこう この映画を見てると大好きな作品たちが頭の中で同時上映されますもしかしてあれもこれもみたいないい面白いですよこの体験はもうスピルバーグ作品を先に知ってるからこそできる体験、うん、そうねそうぜひこの作品を見てくださいこの作品見ずしてスピルバーグ作品は語れぬなと語れぬねその場合は思いましたはいうわー ちょっとね見ないとわからないような側面もありましたけれども今日もゆうたろうさんに私の今日のプレゼンでどれぐらい作品を見たくなったかポイント評価してもらいます今日のプレゼン何ポイントをいただけるでしょうかはい今日のフェイブルマンズプレゼンはチーズインハンバーグ5皿分ですもうこれしかないですすみません<あ>最初でど,どうしてですか最初でもうハンバーグが頭にずっと <laughs> 冒頭でで今もう鉄板でさちょっと待ってお腹すいちゃうよ想像しながらプレゼン聞いてたわけよくないよそれ全然ハンバーグと関係ないんだから <laughs> 想像しないでください、ね、そうですねスピルバーグの人生に思いを馳せてほしいスピルバーグがハンバーグの映画撮ったらいいなって思いながら聞いてましたんあんまりスピルバーグとハンバーグに私は結びつきを感じられませんさこのコーナーナは 各種ポッドキャストサービスでも,もう一度お聞きいただけます。<laughs> ポッドキャストで聞けちゃうっていうね。昼トロさんのハンバーグ間違いも、怖いわぜひもう一度聞いてください。はい、週末何の映画を見るか迷った時は、ももかを止めるなをポッドキャストでもう一度チェックしてみてください。以上、ももかを止めるなでした。